シシリアンライスの一例シシリアンライスは、佐賀市のご当地グルメである。ご飯の上に甘辛いタレで炒めた薄切り肉と玉ねぎをのせ、その上にレタスやトマト、キュウリなどの生野菜を盛り付け、仕上げにマヨネーズを編みかけした料理である。調理法が簡単なため、佐賀の地元の名物料理として普及が始まったとと,ともに、今では家庭料理としても認知が高まり、人気が出てきている。 町おこし団体、佐賀市は、シシリアンライスでドットコムが中心となり、佐賀シシリアンライスを通じて、食の町おこしに、最大貢献することを目標に、PR 活動を行っている。ご当地グルメで、町おこし団体連絡協議会の本部会員。イメージキャラクターは、シシリアンナちゃん。カッパをモチーフとして、頭の上の皿に、シリリアンライスを乗せながら、時に歌い。 時に踊り、シシリアンライスを応援する。松原川から、シシリアン王国の姫として、佐賀へ降り立ち、姫としての最初の仕事が、シシリアンライスの PR である。テーマソングは、シシリアンらがやってきた。佐賀市観光協会では、噂によると、1975年頃、佐賀市中心街にある喫茶店で、シシリアンライスなるものが誕生したと紹介している。 かつては、まかない料理説、シーフードメニュー説などと並べていたことがあったが、当時も詳細は記されていなかった。また、観光協会担当者は2009年4月5日付の朝日新聞記事では、期限や名称について、誰もわかっていないとしていた。同年7月27日付の朝日新聞記事では、諸説として、エビやイカを使って、 イタリアのシチリア島をイメージした説を記した。原達郎は公安者が名乗り出ているとして、エッセイを記している。1974年頃に、福岡市内の店、タユメ市で働いていた田中和夫が、まかない飯として料理したもので、当時は玉ねぎやピーマン等のあり合わせのもので作っていたが、従業員に好評だったため見た目も美しく工夫して、メニューに加えたという。 トマトの赤とゆで卵の白と、キュウリやレタスの緑が、イタリア国旗の三色旗を彷彿とさせるところや、田中が憧れた映画、ゴッドファーザーの舞台シチリア島にちなんで、シシリアンライスと名付けたとする。原はまた、佐賀観光協会によると、佐賀市で初めて、シシリアンライスを店で出した人物は、修行時代に、福岡市の飲食店で習ったと言っていたそうだとし、さらに、 多夢市に出入りしていた男性が、佐賀で飲食店を開いたと聞いたことを田中が、記憶していた、ともして、福岡市の飲食店が、多夢市に間違いないものと考えられるとしている。任意団体、佐賀市は、シシリアンライスでドットコムは1975年頃に、飲食店のまかない料理として出されたのが始まりで、その後佐賀市内の喫茶店で、メニューとして出されるようになったとする。 また由来について、当時流行していた映画、ゴッドファーザーのロケ地であるシチリア島から名付けられたというのが有力としている。2012年10月16日の朝日新聞記事では、佐賀市はシシリアンライスでドットコム代表によるとして、博多の飲食店のマナ会食を有力とした。その一方で諸説として、隣の長崎トルコライスに、 同じ地中海の地名で対抗した当初はエビアイカを持ってシチリア島をイメージしたもあげまた創始者だと名乗りをあげる人物が複数いるらしいとしている佐賀市観光協会ではシシリアンライスの獅子との語呂合わせで4月4日をシシリアンライスの日に定めており日本記念日協会としての認定も受けている佐賀市内のレストランや 喫茶店など20店以上での販売が行われており、店ごとにアレンジが加えられている。竹雄しは、市内に生息する、約3万頭のイノシシ被害に悩まされているとして、イノシシカを設置し、イノシシの肉を使ってこそ、本当のシシリアンライスと、語呂合わせをしたことがあった。なお、竹雄しのイノシシカは2015年5月25日に廃止され、すでにない。 ありがとうございます。